はいどうも、テラキャスでございます。さあ、今回は台本なし、気持ち一つで、動画を撮ろうというところで、ウルトラマンティガー25周年イエイ！今日はウルトラマンティガーについて喋りたいなと。ただ喋りたいなという、それだけで動画を撮っております。やっぱり、ウルトラマンティガーは、ね、初代ウルトラマンだったり、ウルトラセブンのような、それぐらいの、もう位置づけになりつつあるなっていう印象をすごく受けますよね。やっぱり、ウルトラマン、ウルトラセブンは、ウルトラマンシリーズの中でも別格っていう雰囲気を感じるじゃないですか。そのウルトラマンシリーズっていうだけでなく、ウルトラマン、ウルトラセブン、やっぱりこのね、2作品はっていうところをね、やっぱ言ってる方々もいらっしゃいますし、やっぱりね、その特別な雰囲気を感じますけども、ウルトラマンティガーもね、やっぱ若干その雰囲気をね、醸し出しつつあるなと。やっぱ当時ウルトラマンティガーを見ていたね、子供たちが大人になり、やっぱりウルトラマンティガーは別格だな、みたいな。やっぱりそれだけウルトラマンティガーがどれだけこう影響を与えたのかっていうのを、やっぱふつふつと感じますよね。で、ウルトラマンティガーに関しては、やっぱりこう革新的なことをどんどんチャレンジしていって、それこそやっぱ CG とかね、すごいあの時代よく使ったな、みたいな。やっぱものすごい大変だと思うんですよ。全然そのパソコンとかもまだ発達ね、しきれてないですし、その中であのCG のぐんぐんカットを入れ込んでみたりとか、ガッツウィングを CG にしてみたりとかね、すごい、もう特に第1話なんてのはもうめちゃくちゃチャレンジ精神が感じられる作風になってて、もちろん今の目で見ちゃったらその CG もちょっと甘いなみたいな、まだまだっていうところももちろんあるにはあるんだけれども、それでもね、やっぱそのチャレンジしていったっていうことが大事だと思う。そんなチャレンジしていったからこそ、今のウルトラマントリガーで、あんなもう何これみたいな。だってトリガーなんてもう前はなんだこれみたいなさ、すごい戦闘シーンとかもう見せてくれるわけじゃないですか。そういう礎になってるんだなっていうのをやっぱり感じますよね。使い慣れたものももちろんね、こう大事にしていってるけども、それだけじゃなくて、新しいことにもチャレンジしていくっていう、そのツブダイアンのスピリッツみたいなのは、本当に昔から、もうなんなら初代ウルトラマンからもそうですけどね、もう変わらないなっていうのを、まあ感じますよね。っていう、まあ公爵はいいか。そう。まあ、ウルトラマンティガー全、52話ですか？まあ、その中でね、この話が好きだ、あの話が好きだ、みたいなね、あると思うんですけども、まあ僕も、まああります。というところで、ちょっとね、語っていきたいと思いますね。まあやっぱり、一番のね、その光を継ぐもの、これに関してはやっぱ1話からやっぱゴルザとメロワっていうね、2体怪獣がね、超古代怪獣って出てくるっていうのもね、思えますし、1話からそのタイプチェンジっていう、そのタイプチェンジそのものもさ、やっぱりウルトラマンの中ではすごい革新的だったわけじゃないですか。でね、スカイタイプ、パワータイプ、バッチタイプ、これ全部を1話でゲット見せてくれるっていうのは、やっぱりすごい今見ても興奮しますし、かっこいいなーって。あの、パワータイプがゴルザグーンってね、ギャーって抱きしめる、すごい大好きなんですけど、ね、そういうところだったりとかね、いいんですよね。ちょっとちゃんとエピソードトークしよう。そうだなー、僕がね、やっぱりね、一番好きなのは、もうツイッターとかでもちらっと言っちゃったんだけど、もう第50話なんですよ。第50話もっと高くテイクミーハイヤーなんですよ。ゾイガーが出てくる回ですよね。この回がもうマジで大好きで、まあ、この回で、要はあの、レナにウルトラマンティガーだということがね、まあ、大がバレるわけじゃないですか。いわゆる招待バレですよ。ウルトラマンシリーズの、もう一番の盛り上がりと言っても過言ではない招待バレですよ。僕は、まあ、まあ、どの招待バレもね、すごい好きなんだけど、やっぱりウルトラマンティガーの招待バレは、一番おしゃれ。おしゃれだし、ドラマティックだなっていう風に思って。まず、テイクミーハイヤーのあの、伴奏のかかり方も、まあ、おしゃれね。序盤からかけるんじゃなくて、途中の、あの、伴奏から、こう、ふわー、フェルインしてて、こうかけるっていうのは、もう、おしゃれだし、あとやっぱ、レナのね、セリフがいいんですよ。私今、後ろ見えない。だから、いいよ。ね、あの、セリフの言い回しとかが、すごいおしゃれだなっていう風に思って、ダイゴがね、レナも光になるよ、なれるよ、つって、ウルトラマンティガにスッと変身して、ゾイガー、ウルトラマンティガ、ガーッと行くわけじゃないですか。ゾイガーの羽を、
ダンと打ち落とすと。やっぱりあの流れがね、すごく、僕は大好きですね。すごいおしゃれですよ。その BGM のかかり方から、セリフの言い回し方から、大悟のスッと変身して、で、ティガがスノーホワイトを掲げて、飛んでいくみたいな、もうあの一連の流れがもう本当に大好き。あの後のね、ゾイガーもね、いいんですよ。あの後のね、その片方の羽もがれちゃったから、もうこんな羽いらねえよっつって、もう一方の羽をこう、いやーっていうかね、引きちぎる。そこもやばいし、で、引きちぎってもう、ね、今度はこうパワー系で、今までは割とね、スピード感溢れる感じで、追い詰めてたにもかかわらず、羽もがれたら今度はもうパワー系でね、ウルトラマンティガにね、こう、果敢に立ち向かっていく。しかも、強えんだよ、ゾイガーが。やっとこさの思いで、ね、ダイゴ、レナ、ティガ、ね、やっとこさの力でさ、一体ゾイガーを倒したにもかかわらず、そのゾイガーがバン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 出てくるっていうのがね、いやちょっと、あ、やべえわ、これはやばいんじゃないかみたいな、その最終章ね、最終回あと2話ありますけど、前後編ありますけれども、そのね、ぐっ、これこの後どうなっちゃうのみたいな、ね、そういうちょっと不安も感じさせながら終わる、まあ、ラスト、すごい大好きですね。もっと高くていくミンハイヤー、すごいもう序盤の始まり方から終わり方まですごくいいです。そっからのね、暗黒の支配者、輝ける者たち、やばいやばい。入間隊長と、あの、ハヤテ、京本政樹さんですよね。ゾイガー倒す、あそこも好きです。ゾイガーが、あれ、デラさん、ただゾイガーが好きなんじゃないですか。ゾイガーは好きです。はい。こういうね、刀の像はね、あの、顔を逆さまにしてるんじゃないんだと。顎が上についてるんだっていう。すごい、もうすごいとしか言いようがない。そう、まだ、僕のね、好きな話あるんですよ。もう49、ちょっとこの辺やばくないですか。49、50、51、52のこの、なんつうの、もう盛り上がり方がえぐいよね。49は別に最終章に続いてるわけないんだけどさ。ウルトラの星ですよ。もう言わずもがなですよね。ウルトラマン、懐かしいですよ。キャリジャルいいんだよね。キャリジャル好きですよ。あの、つぶらや英二監督、金城哲夫さんとかね。もう出てくる。やばいんですけど、こっちもやばいんですけど。だって、すごいもう裏事情じゃないですか。言うたら、つぶらや英二監督とか、金城哲夫さんとか、子供たちからしたら、そんな話を聞かしちゃって大丈夫なのみたいな、ちょっと不安になっちゃうよねみたいな。大丈夫、そんなメタな話をね、しちゃっていいのみたいな。そんな風に、思うんですけども、そんなメタ回に見せかけたものすごい夢に溢れたね、回なんですよ。ね、円谷英二監督とウルトラマンが実は出会っていたんだよね。なんて夢のある回なんだと。あの話の持っていき方が本当にね、素晴らしいですし、あの、円谷プロのマークがドーンと出てきて、円谷プロの会社が出てきたりとかしてね。あとね、あの、ゴジラとかガメラとか、あの、名前出てきますよね、確かね。沢井総監が、ね、ゴジラ、ガメラ、ね、名前を出すっていう、おー、ちょっとおーってなりますよね。あれもね、すごいね、大好きです。柳川議員も可愛いしね。柳川議員、デザインは割とかっこいいんだけど、鳴き声がニャーっていうのが、すごいギャップ萌えですよね。で、あとはそうだな、僕が好きなのはね、実相寺監督会。実相寺監督会もいいな。花、夢。めっちゃサブタイトルがね、シンプルですね。花、夢。シンプルですね。あの、僕、花がね、特に、ね、大好きでね、魔能星人の回なんですけども。あの回はまあ、幻想的だし、実相寺節がね、もうこれでもかと。これでわかってね、もう出てるのがね、最高なんですよ。ウルトラセブンとかの時とかは、結構抑えてたらしいんだよね。あんまりこう入れすぎると、なんか怒られるみたいな、なんかそういう話を聞いたことあるんですけど、なんかちょっと抑えてたらしいんですけど、まあ、ウルトラマンティガぐらいになってくると、もうすごい結構自由にできたそうなので、もう実装時間とかのともやりたいように、ね、やったみたいな、逸話を聞きますけれども、まああの回は本当に実装時節が炸裂してて、花びらの中、
戦うウルトラマンティガとマノン星人が幻想的ですし、なんかもうアングル一つ一つも、何これみたいな。何これみたいな。なんかもうそういう、なんかもう、これは言葉ではちょっと説明できない。すごい、とにかくね、幻想的な、もう一本の30分のね、枠ですけれども、2時間の映画を見たぐらいの、なんかもう満足感というか、なんか浸る。いろいろ浸る。うん。あの、実装時間とかですよね。ウルトラマンティガの、やっぱ夢、と、花。で、ウルトラマンダイナの怪獣戯曲。まあ、できればウルトラマンマックスのね、あれを見てほしいんですけど、実装時監督会はね、ちょっとぜひ見てほしいですね。はい。じゃあそうだ、田口監督がね、リアルタイムで、この、ウルトラマンティガーの、花を見たみたいな話を、どこかでされていて、やっぱり実装時監督すげえみたいな、仲間内で話してたらしいんですけれども、今度は、田口監督会を放送して、今僕らみたいな人たちが、やっぱ田口監督すげえみたいな、言ってる、もうまさにね、同じようなね、構図になってるわけじゃないですか。だからね、田口監督なんかすごいなーってね、改めて思いますよね。あとはあれだ、28話、歌方の。ガッツメンバーの中で戦うとは、みたいなことに関して、ガッツメンバーですごい対立するんだけど、これもね、どのガッツメンバーも、ガッツ単位も、言ってることは、すごい理にかなってるというか、正しいというか、だからこそ、正義と正義がぶつかり合うじゃないですけど、正解が見えない問題に対して、すごいこう突っ込んでいった。ただ、子供作品だから怪獣を倒して、わあ、やったみたいな。というところではなく、怪獣を倒すって何なんだろうみたいな。戦うって何なんだろうっていう、そういう難しい問題に対して、すごいこう、奥まで、掘り下げた。作品になってるのが、個人的にすごい面白かったですね。歌方の。っていうのはね、まあ僕はそうですね。C といえばやっぱこの辺がね、すごい好きですね。うん、歌方のとか、夢とか、もっと高くテクニハイヤー。あとはまあ、ウルトラマンティガの敵怪獣の中で、飛び抜けて好きなのがキレイロイドなんで、まあ第3話の悪魔の予言と、第25話悪魔の審判ですよね。やっぱこの辺は何回も見ちゃいますね。キレイロイドはね、デザインが半端じゃなくかっこいい。ちょっとこう泣いてるようなね、デザインだっていうのもすごくかっこいいですし。キレイロイド2に関してはね、ウルトラマンティガに対抗して、パワータイプとかスカイタイプのような体を作り変えるっていうのも、うわー、こういうの好きーみたいな。キレイロイドもね、せっかくなんでね、復活してほしいなとは思うんですけどね。まあ、キレイロイドが復活するかどうかは、まあ、正直わからないですけども、ウルトラマントリガーですよ。ウルトラマントリガーのトリガーダークがね、ちょっとキレイロイド味を帯びてるのがね、あらあらあらと、かっこいいじゃないですか。いいっすね。アシンメトリーの感じとかね。ちょっとまあ、キレイロイド味を帯びているのかいみたいな感じでね。トリガーの話になっちゃいましたけど、ウルトラマンティガーね、そんな感じで、まあどの話もねめっちゃ面白いですし、皆さんこの話が好きで、あの話が好きでみたいなあると思うんですけど、僕はとりあえずその辺のお話がね、まあ特に好きですっていう感じでね、今回ねこんな感じでね終わりたいと思います。以上、いただきますでございました。それではバイバイ。